さあ今回はこちらのゲーム北斗の拳レジェンズリバイブやっていきましょうと。さあ 3.5 周年記念のランキングガチャ来てるので、まあ早い方はもう朝一でもうダオをゲットしてるんじゃないでしょうか。さあ自分は今からちょっと回していくんですけど、提供割合からちょっと見ていきましょうか。さあ提供割合ですね。さあウルレア剣士、まあ、星4ラオウが 0.248% で星5が 0.002% ですね。あとルイリン、ヒョウ、トキ、レイ、なんと最後のショウが 0.1% で来ると。まあラオウ以外は、まあ、特に必要ないっていう感じですね。 0.75% で、まあ、剣士が出てくると。さあ勝負の時来たると。さあじゃあ早速ね、無料からちょっと回して、でチケット行ってチケットもやる感じでといきましょうか。さあじゃあまず無料からで、チケットの方が12枚あるので単発で2回引きますか。数をねちょっと合わしたいんで。運が良ければチケットでも出ますよと。まあ光らずと。じゃあこっからねチケットの10連からいきます。さあ行きましょう。ね、まあチケットでは出ずと、まあ、光ってくれたらねちょっとラッキーかなと思ったんですけど、まあ、そんな甘くないと。さあ行きましょうか。まあ、今回どうでしょう、早めに引けるのか。いや早めに引きたいぞと。さあ20連目。まあ結構ね、その神引きしてるよっていう報告も受けたりしてたので、まあ店長の方もね、結構いたんですけど、まあ、自分の方は、どうなんでしょう。さあ40連目、50連目ぐらい。このね、アイテムがそんなに美味しくないんですよね。この前の食料が出たガチャ、イベントガチャ、あれはね結構いいアイテムが食料とか出てよかったんですけど、今回のねこのランキングガチャに関してはそんなにアイテム良くないんで、もう早く光ってほしいですね。お、光った。ここ大事。あーなるほど。レイね、一発で来たらねかなり激アツだったんですけど、これちょっと今回長引くか。この一発で決めれなかったのはどうだ。これちょっと響きそうですよね。しかもなかなかちょっと引かんない感じ。もう10回以上はちょっと回してる気がする。ランキングガチャもねちょっと回し出すと早いんでね。さあ光っていこう。レイもいましたよね確か入ってたね。さあラオウ1点狙いだが、もう15回とか16回ぐらいは回してますかね。さあ早めに引いて、ちょっと特定機も宝箱もうちょっと行きたいなと思ってるんだがどうだ。
一発目でレイか。ちょっと先行きが不安ですよね、これ。一発目でいいな。もう20回ぐらい回してますかね。早いんでね、光らなかった。ただ、ルイリン、リンちゃんは長いと。リンちゃんのくるくるは長いと。さあ、長いよ。みんな回してる感じですかね、このリンちゃんが長いっていうのは。どうなんでしょう。ちょっとね、次光ったら回数確認してこようかなと。ただ次が光らないぞと。今回のやっぱりラオウね、ちょっと性能見ましたけど、まあまあ強いでしょうね、あれは。まあ、普通に考えたら、まあ海王と交代かなって思うような性能でしたけどね。まあ、ちょっと入れてみないとなんとも、な部分があるんですけど。さあ、その次がなかなか光らない。もう30回ぐらい回してるか。どうだ、そんな回してない。結構回してる気がするが。さあ、これは天井まで光らないのか。さあ、リンちゃんの祈りは届かないのかと。ここも光らない。30回ぐらい回してる気がするんだけどな。早くちょっとねラオウを使って検証してみたいんですが、まあ、多分ねそのラオウなんで結構皆さん聴覚されるんじゃないですかね。ここで リバイブ！グループボーナス解放！さあ、ここでようやく来てくれた。あ、星4でしたね。30回手前で来てくれた感じですかね。まあ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 じゃないでしょうか。まあ神引きとは言えないが、まあまあという感じですね。じゃあちょっとね、ここで特定強化宝箱の方にちょっと行ってみたいと思います。さあ、特定強化宝箱ですね、ちょっと開けていきたいんですけど、まず半額からねちょっと見ていきたいなと。で、提供割合の方が、まあ、いつも通り200枚、メダル200枚が 0.7% で、100枚が 0.3% という感じですね。まあ、聴覚自分もしたいので、まず200ね、ちょっと狙って、0.7% の200枚を狙って開けていく。さあ、2枚と。半額で来てやな、まあ言うことないんだが、今回いいんじゃないですか。半額で来た。まあ、半額で来たということで、まあ買っていく。一応ね、ちょっと、2個買いましょうかね。
きましょう。まあ、2個開けでちょっと様子見ながら。さあ、ラオウ、聴覚のためにもう200枚持ってくるのかと。どうなんだい5枚と。戦っていきましょう。結構ね、やっぱり昇格するでしょう、ここは。さあ、200枚狙って、聴覚狙って、さあここで紙、もうさっき紙引きしたけど、聴覚のためにもう一回紙引きできるか、ここ重要。さあ次2枚ね。まだまだ、さあ勝負は終わらんよと。ガチャがまあ30回ぐらいできたんでね。で、特定強化宝箱は半額で切って、で聴覚のために今ちょっと開けてる感じなんですけど、ここでやっぱりね、引いたらやっぱりラオウ強いでしょ。これはもうラオウが俺に惚れてるね。来たわ。やっぱね、闇箱というか、もう特定強化宝箱でもう勝ったらね、もう全部帳消しです。全部帳消し。早速ね、ラオウを育てますわ。もうこれは早く俺を育てろと、そういうことじゃないでしょうか、今回。まあ、ということでね、また育成して、ちょっと動画出せたら出したいと思います。まあ、よかったらね、高評価の方とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また。